が台湾風のうどん。台湾風のザジャメ。台湾風のザジャメ。台湾風のうどん。うん、サヌキうどんといい勝負してます。嗨嗨，你好，大家好，大家好，大家好 ，everybody，everybody 啊，大家好，台湾に来てます，耶、yeah. yeah. ，2週間ぐらい今この9フロアっていうところで滞在してるんですけど、なんとうどんを持ってきました。乌龙面。で、ここにいる台湾の方々にうどん、中のうどん。啊，乌龙面。うどん。乌龙，嗨。哦，食べてもらおうと思います。我们有吃过吗？有，我们很喜欢吃。我们要做给你。哦，真的吗？嗯。啊，真的。I'm gonna make it. Yes. 私はチェビです。Aaron です。彼はシェフでむちゃくちゃ料理がうまいんで、ちょっと口に合うかすごい心配なんですけど、今からちょっとうどんを作ります。なんで後で食べてください。はい。エンジョイうどん。好。OK。Yeah。非常期待。Yeah。ありがとうございます。さっきあの市場でこのネギを買いまして、と料理が上手なメンバーの方に切ってもらいました。で生姜も売ってて、生姜も今切ってくれてますけど。ネギとか生姜を食べる文化はあるんですか？で、このちくわと、かまぼこ、なんかパサパサそうなかまぼこをさっき市場でゲットしました。で、さっきのアーロンは今現在台湾料理を作ってくれてます。市場で買った肉を料理してくれてます。うん、そう、ミスター CEO が生姜を吸ってくれてます。 CEO が吸ってます。なかなかうどん T シャツでCEO が吸ってます。で今うどんを湯がいてますが、ちょっと火力が弱くて、香川みたいにボボボボボボってうどんが湯がけません。I'm gonna make it. いっぱい手伝いが来てくれましたけど、これで水で締める、水で締めるという作業があります。大きいザル、ザル、あの鍋が、あ、ボール、 あの下の、あれは右の下の、これプラ、いや、なんか大丈夫かな。プラじゃない方がいいんですよ。大丈夫。この水。この水は、ちなみに、あ、そっちは飲めない水で、こっちの手前の方が飲める水になってます。チビがやれよ。確かに、今のところ出演を津崎さんだけ結構に、ここのメンバー。あ、はいはいはい。やってます。ザルがどこ？美味しそう。ザルがどこ？お願いします。お、上手。うん、うん、他们加姜耶。为什么？なんで生姜入れるの？うん、就是他们的，无法说明。就是他们的味道，因为我第一次吃到加，嗯，第一次吃到加姜的。咦，好吃哎！厚姜，厚姜，厚姜，台湾叫厚姜，厚姜。什么？厚姜，热的。面はどうですか？面好吃吗？面皮如何？
软 Q， 是软 Q 的，是好吃的，我也是。可是我会再吃硬一点点。硬いのは好き。腰があるってことかな？硬めが。どうかどうか。お友達の工場でした。哇，第一次吃到这个，我们叫做waffle。为什么你有？基隆那个叫什么？我也想吃那个。基隆那个吉古拉。吉古拉。哇，吉古拉。哇，对，哇，去过过吉古拉，很像哎，讲的名字很像哦。那它冷的比较好吃，为什么冷的？嗯，美味しい。美味しい。嗯，皆さんも台湾の方です。葱要多一点，我觉得葱要多一点。嗯，美味しい。美味しい。麺がちょっとさっきよりもでも硬いでしょ。コシがあるから。私は硬めの方が。硬めが好き。冷たいは夏にすごく。いいです。去巴厘岛哪里？酷岛还是什么样？見た目は讃岐うどんっぽいですけどね。有有有。細麺。我以前有公司在巴厘岛。のジャージャー麺らしい。お。お。どうぞどうぞ。これ。空心菜の炒め物ですね。なんか味噌が乗ってる。味噌が乗ってる。めっちゃ美味しそう。みんな美味しいって言ってます。これが台湾風のうどん。台湾風のダジャン。台湾風のうどん。うどんじゃない。ダジャン。うどんじゃない。うどんに一緒にすんな。うどんに持っていきたい気持ちはわかるけど、これはうどん CEO は。麺です。違う麺です。じゃあ、もうちょっと入れておくと。じゃあ、うどん CEO、まず。お味見を。まずは CEO さんが味見します。いただきます。いただきます。うどんに見えるな。うん。どうですか？どうですか？どうですか？うまい。うまい。おお。あまり食レポは得意じゃないよ。じゃあ、はい。アロが作ったこのうどんではないんですけど、ジャージャー麺、台湾の。台湾のジャージャー麺。いただきます。What's the taste？ 海苔で。はい、ジャージャーうどん。味はこれ何で説明したらいいですか？質問。这个味道怎么说明呢？就是考试，考试晚上读书的时候的味道。他们就可能感觉啊，宵夜。日本でいうカップラーメンみたいな夜食食べてみます。なんだろうな、辛いのか。嗯，水果，好吃。龙眼、荔枝，干しもありますし、ちょっとピリ辛です。これ食べたらちょっと元気が出そうな感じの味がしますね。味噌とラー油の味が入ってる気がします。台湾，来台湾就是要一直吃水果。嗯，好吃。嗯，讃岐うどんといい勝負してます。像我在听一般日本节目介绍，ジャンルが違いますね。一盒鸡翼要1000块。哦，我那时候吓到。まあ讃岐うどんよりはやっぱちょっとこう粘り気のある麺。对，結構台湾の方がよく食べてる麺らしいです。ジャージャー、ぜひ台湾来た時は食べてみてください。ジャージャー麺屋さんあるみたいな。不知道日本的。ちょっとピリ辛。在台湾都很贵，还有那个葡萄啊，那个麝香葡萄，对，很贵，一串1500，台币，台币1500。
猪瘟及其他动植物疫病入侵台湾。我们最初の国家のテーマが暮らすような旅ってどうなのかななんていうのをもやっと思いながら。思った以上に参加者とのコミュニケーションみたいなところもすごい取れて、なんか四国行きたいなとか。その日常非日常をパパッとスイッチできて、あ、こんな風にできちゃうんだっていうのを、やっぱり隙間時間がこううまいことあったっていう、その余白というか、でそこに自分たちがやりたいことも入れられたりしたし。そういう意味で言うと、まあ、バランスがすごい良かったかなと。と解説させてもらった9フロア、めちゃくちゃいいなですね、うん。家みたいな感じで。日本人だけで旅行をしちゃうと体験できなかったような体験もできたり、あとおすすめのお店とかも教えていただいたり、結構充実して過ごせて。私がこのプログラムに参加したのはすごくご縁を感じたんで、うん、それプラス台湾の街並みとか人の暮らしとか、私美容師してるんで、どんな美容室があるのかとか、どれだけの数があるのかとか、街をすごく見たかったんで、うん、本当に来てよかったと思ってます。ありがとうございます。やっぱり食って共通なこう言語になるというのと、うん、あとはやっぱりこうちょっとした違いみたいなのが面白いですよね。いろいろ可能性ができるのは今回のプログラムの一番キー目的な話だと思います。今回だけじゃなくて、また全然別の機会で台湾に行きたいなと思ってもらえたら本当に嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。動画いかがだったでしょうか。今回は、日本から台湾に行った、移住プロジェクトだったんですけど、10月に、台湾からさっきいたメンバーが日本に来て1週間ほどの移住体験をする予定です。で、皆さんあまり知らないかもしれないんですけども、香川県にある琴平町が千と千尋の神隠しの舞台となったと言われている台湾の九份がある都市と姉妹都市でして、でちょうど10月の最後の週の確か土曜日か日曜日に台湾夜市っていうのが開催されます。まあ、意外に琴平町台湾とのつながりがあって、いろんな催し物もあるので、ぜひ10月ぐらいに皆さんまた香川に来てもらったら台湾を感じられるかなと思っています。で、今日は食べてくださったシェフのアーロンが来て、おそらくうどんタクシーに乗ってくれると思うので、またリアルなうどんを食べてもらって、どんな反応が得られるかすごい楽しみにしております。ちょっとうどんタクシー in台湾でしたけども、この動画がいいと思った方は、高評価またチャンネル登録お願いします。引き続きうどんタクシーチャンネルをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。